ンピースの救済が多すぎることに怒りが隠せない読者の反応集。ではどうぞ。さすがに救済多すぎないか？編集部からなんか言われてるんか？明らかに異常だろこの救済の量。一週間読んで、次の週読んだら絶対救済入るんだけど。マジでここ最近本誌の進みが早いわけでもないのに救済はかなりの量で入ってくるから見ててイライラする。これならもうしっかり休んで、その後連載再開にしてほしい。ワンピースを今失うわけにはいかないって思いから、その辺の方を小田先生の意思よりかは、編集部の意思でスケジュール組まれてる気はするけど、どうなんだろう。アニメの進行が遅すぎるって言われてたけど、原作由来か吉住襲って救済も多いってなったら、どうなってんだ。ハンターハンターとやってること変わらんだろ。これの何が恐ろしいって、週刊連載っていうのがどんだけヤバいかを理解してない層が多すぎる。普通に月刊連載でいいだろもう。それなんだよな。週刊連載って言っちゃってるから、こういう救済が続いたら文句言うやつが多いだけで、もう思い切って月刊にしていいと思うんだけどな。このペースで救済していってたら終わるのいつやねん。ヒロアカと呪術が終わりかけだから引き延ばししてるんか？こないだもまとまった救済取ってなかったっけ？まとまった救済をしっかり取って、本編の構成を練るみたいなのを言ってたけど、それとこれはまた別な感じするんだよな。編集部なのかな？まあなんにせよ、週刊連載なんて鬼畜環境で小田先生が体壊して連載不可能になるのが一番しんどいし、ゆっくり休んで最高のクオリティで書けるならそれが一番いい。まあでも正直、クオリティに関しては申し分ないから、月刊にしてページ数増やしてくれた方が進みとしてはいい感じになると思うんだがどう？ここまで週刊でやってきたのに、そこからいきなり月刊に変えますね。話だいぶ話変わってくると思うからさすがにかな。週刊誌でそれするってなってくるし、月刊誌である必要は絶対にない。それにここで月刊にしたらさらに進み遅くなってしまうし、完結まであと何年かかるんだって話にもなってくるしな。やっぱりシャンクもう一人いるのか。なんぞこれは？最終ページのこういう見開き見るとテンションが上がってしまう。最後のページのサーベル持ったシルエット誰だ？ここに来て顔出してないヤバいのがいるのか？殴られまくってバラバラになってからの海に落ちるかなずきか否かで生死が決まりそうだな。サターン星、最後のページのシルエットの人誰だかわからんかった件がグリフォンっぽいことしかわからん。あと海賊の枠に収まらないくらい本格的にワンピース争奪戦が激化していきそうで興奮してきた。ルフトボニーの技の既視感多分これ。ラスト見開きのバギーよく見たら泣いていてダメだった。いやニカルフィのガトリングツッキョ、やっぱり年々で真似できるとはいえ実力差はありそうだね。こういうの見るたび、オダッチというか漫画家ってすげーなーって思う。シャンクと対になっている立ち方、サーベルシルエットの正体はヒグマで確定か。今さら最終章開幕みたいな感じになるのくさ。海軍世界政府含めて世界中がワンピース争奪戦に巻き込まれるのか。シルエットはおそらくガーリング星の息子シャンクスの兄弟かもしれないな。ガーリング星だったらそのまま出すだろうし。世界貴族、バッカニア、三つ目族、ルナーリアだけでもまだまだキーキャラクター出そうだからわからんな。先週のナスと合わせてこれで色星全滅か？来週には脱出できそうだな。なんか知らんうちにまた部下の心掴んでるおろうしやバギ嬢。自分もシャンクスかと思ったら普通に上に書いてあるんだよな。ガチで複数説？ずっとニカの攻撃ノーダメージだったのになんで効くようになったんやろ。本当に倒せたんだよな。最後の見開きめっちゃ好き。サーベル持ったシルエットのやつはシャンクスの兄弟とか。最終ページの男の正体が無限大だな。火の傷男だったりするんだろうか。最終章開始。ヒグマ、もしかしてヒグマ。シャンクスの血縁。ドラゴンの下のシルエットって色を星に報告に行ったシャンクスのそっくりさんなのかな。ここからやっと始まるのか最終章が。スーパーマリオの無敵モードみたいに時間制限があったとか。運も実力のうちってカバギーの張ったりはこっから通用するか。
ポニーがサターン星吹っ飛ばした後のクマの顔が少し微笑んで見えるのがたまらん。サターン星ぶっ飛ばした時の爽快感すごい。やったぜ。あとはもうぐちゃぐちゃのゾンビ状態でニガさんお前だけはしてくるやつじゃん。サターン再生するとはいえめちゃくちゃ体もろくない？シャンクスのグリフォンってどこで手に入れたんだろうな。そういやこのメンツにふさわしいやつ誰だ？新キャラキーキャラか？ヒグマってサーベルだよな。火の傷矢印火の傷矢印傷がついたヒグマって可能性ある？普通にアニマンだととっくに出てそうな説だけど。最終章の序章だぞこれって言われた気分だな。隠しミアン、そうだよな。あんな成人夫婦にあんなことする連中が神なわけないよな。ボニーこいつが火の傷の男なのかな。子供たちって言い方から兄弟いるのは予想されてたけど、マジにシャンクスそっくりだったりするんかな。実際ガーリング星隣のページにいるしな。ミホークとクロコダイルの表情が何かをいたわしいな。あえてシャンクスをシルエットにして2コマ登場させた可能性もあることを教える。クマも嬉しそうだ。ロジャーが存在を示唆して白ひげが存在を肯定し、ベガパンクが存在意義を伝えた。マジでワンピースって何なんだろう。もしかしたら前に色星に会っていたシャンクスもあれシャンクスじゃなかった可能性あるのかもしれないね。あの時のシャンクスが右向きだったら傷のあるなしでシャンクスか違うか判別つくんだけど。最後のページのメンツで最終戦のマッチアップを切る感じかな。三次どこまとわりついてんだこの野郎。これマルコのイメージじゃなく実際に中継聞いてるキングでいいのかな。ヒグマの確率50くらいあるぞ。親父の怒りの一撃と違って泣きながら殴るのが子供らしい。今までずっと溜め込んでただろう。親父もそうだが母親のことも。サーベル持ってる人がシャンクスの兄弟だとしたら、ガーリング星がシャンクスを宝箱に捨てた意味もわかってくるかもな。最終的に兄弟で対決することになったりするかもね。ミホークはともかくクロコダイルは結局海賊王を目指してないのかな。うっすら笑ってるように見えるのいいな。キュー。シャンクス酔いつぶれてて草おめえあんなにかっこよかったのにうるせえ飲んでね。とか舐めてんのか好き。ミスリードすぎて炎上するわ。おかしらリンク理解しし表情してるけど酔ってるんですよね。これ双子のシャンクス兄弟の片割れシャンク説も好きだけどロックスだったりしないかな。もはや怒り通り越して呆れてそうなクロコダイルで草。これで受け継がれる石人の夢時代のうねりが全部サブ隊になったな。プリンどうなっちまうんだ。三次早く助けてくれ。ダブルニカのページめちゃくちゃ良いやん。これでフィグア出してくれ。そういやワンピースについて聞いて泣いてたよなシャンクス。ボニーよくもお母さんをキザルどんな気持ちで聞いてるんだこれ。レイリーさんと同じくベガパンクのネタバレ NG 派だったんだろう。最後のシルエットの男が持ってる剣がモガミ太陽物エースな可能性ある？だとしたら誰やねんってなるが、ある巨大な王国に関わった種族さんしか。先週マルコの再登場祈願がテラのすれ立てたけど今週にしなくてよかった。危うくはやバレ疑いになってしまうとこだった。ゾロがなんか反応してるのはナスかな。質問の内容ってワンピースについてって判明してたっけ？記憶が曖昧で申し訳ない。ミホークとクロコダイルはもうバギーが何しようが勝手にしろモードに入ってるな。普通に戦いになったらバギー見捨てると思う。この剣の形はヒグマかな。トレードマークの傷を写してないのは怪しかったよね。とはいえ色星のセリフ的に海賊なんだろうけど、プリンとキングって中継聞ける状態なのか。どっちも暫定捕まってるから見張り番の電電虫で聞いてる可能性はあるか。マルコが包帯巻いた姿のキングイメージするわけないし本物でしょ。再生するまで少しだけ時間がかかる。今回は再生前に海に落ちた形かな。シャンクスは飲んで切れてるってことはおでんの海藻で泣いてた内容がなんか噛んでるんだろうかね。クマとジニーが赤子のボニーを祝福してるシーンが辛い。実際にはボニーが生まれて両親があの姿で一緒にいる時期がないから存在しない記憶なんだよね。同じだけど表情が違うな。二人して別々なこと考えてそうだ。
剣はガーリング星が持ってる剣ともシャンクスのとも似てるけど、どちらも同じページにいるし、これ多分世界会議編にいた黒ひげから受けた傷のないシャンクスそっくりさんか兄弟じゃないか。顔に影が入るとテイチも迫力あってかっこいいよな。そもそもなんで山賊がサーベルなんて持ってるんだろう。火の地図としてヒグマ再登場か普通にあり得るから困る。今回のルフィはボニーの意思を汲み取ってるんだよね。ボニーがサターンに一撃入れて決着つけた風にするためにガトリングで足りない火力を全部補ってあげてる。まあドラクエでも山賊のサーベルっていうのはあるから、煽り分の欠物どもよ、歯を競えがとてもいい。キングはどこにいるんだ。海軍に捕まってる状態で放送聞けるのか。ここ読んでマジでボロボロ泣いてる。まだたった12歳の女の子だしそうだよな。でも生きるんだって言い切れるの本当にかっこいいよ。ヒグマはネタにする人も多いだろうに、 SBS でカタクナに出てこないからあながちネタと切り捨てるのも難しいよね。最後のページのコビーとサゴさすがに似すぎててちょっとおもろい。ベガパンクの配信開始後まだ出てない主なキャラ、ハンコックモリア様、ベローナ他にまだいる？シルエットは現時点の情報のみから判断すると、神の騎士団関係か火の傷の男かどっちかの可能性が高そう。そういえばキングって今どこにいるんだろうか。プリンと違って牢屋の棒が映り込んでないが、格子の間隔がめちゃくちゃ幅の広い牢屋ってことはないだろうし、今までのパートでも過去キャラが大量に出てきたけど、今回の話でピックアップされたキャラが特に重要ポジションになりそうだな。最重要メンツは最後の見開きのメンバーだろうけど、クロコダイルとミホークでバギーの方見てるんだろうけど、ちょっと表情違うの面白。大丈夫さ、前に進もう。太陽をいつも胸につないだて伝わる棒。あー願いを捕まえようよ、僕らは一つワンピース。あとはエネルの部下と温泉島の関係者ぐらいかね。護送中なら軍艦で海兵所持の電電虫から聞けるんじゃない。デマロも檻の中で聞けてたくらいだし。ワンピース争奪戦と世界政府との戦争ってどっちが先なんだろうって思ってたけど、もしかして同時進行になる。放送長かったけど終わり方は燃える終わり方だな。いよいよ大詰め感あるわ。もしかしてエッグヘッド編ってワンピース世界で一番賢いベガパンクの命を引き換えに最終章開幕、一章丸々使って伝えた章なのか。ベガパンクの放送で明らかになった情報と隠された情報的に納得だわ。そういや翌竜に養分取られた後どうなったんだっけ。大看板海軍に連れて行かれたんだっけ。そのままはノコクだっけ。下は別々のイデオロギーを持った組織の代表者って感じだし、謎のシルエットは神の騎士団とは別の関係者と推測できるよね。青キジも手を組んでるだけで個人の正義があるみたいだし、エースやジンベイが捕まってた時も全てのシーンに格子が映ってたわけではないし、牢屋の可能性もある。絶対に触れてる人がいる。 SBS でも序盤から結構ネタを網羅してる。ワンパでも出てこないから結構濃厚なんだよな。単純にネットの声がでかすぎて触れるのめんどいってだけかもしれんけど、オダッチそういうの気にしなさそうだし、もうボニーはルフィの仲間とまではいかないけど妹分みたいなポジションになった感じかな。左手で描いたルフィの造形アップで見てクソ笑ったよすぎる。さすがに海軍への手土産じゃない。翌竜も独断専行からの手ぶら帰宅はできないだろうし、確か荒巻にとっ捕まったのが最後だったよな。海軍の船には捕獲した犯罪者を閉じ込めるための檻があるのはドフラミンゴとオツルさんの場面でも明らかで、とすると檻の中じゃないところに配送なんだか、ちゃんと手当てされてる節があるし、今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。